はい、どうもおはこんばんちは、ウエスタン木村です。今日はですね、タワーバトルジョナサン・ジョースター編究極こちらのフロア1ですね、攻略していきたいと思います。パーティーとステータスはね、ご覧の通りです。ではですね、アビリティ見ていきましょう。まずはリーダー赤ジョーザですね。時計、ムーブブースト、ラッシュ、得意属性をつけています。そして、ダブルジョーカー部分にはイエスアイアンもつけています。そして続いてはトタロかけ太郎ですね。オレジェイ、点数、ファイアボンもつけています。リンクスキルには、極性リサリサですね、をつけてます。では奥安を連れていきましょう。もうほとんど赤ジョーザーのラッシュ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 で終わるような感じです。早速いきましょう。ラッシュラッシュラッシュで叩いていきます。ラッシュで叩いていきます。さあ増援が降ってまいりました。ここでね、一応点数を稼いでおきましょう。そしてオケアス、さようなら。そしてここで慶長にやられてしまいますが、イエスアイアムで復活です。リオを倒しておき、続いてタルカスも処理しておきます。はい、1ラウンドクリアです。続いて第2ラウンドですね。第2ラウンドは結構怖いんですが、まあ、ここはアイテムディフェンスがあるのでね、きっちりとファイア部分で処理しておきましょう。そして怖い方を先にね倒していきましょう。シゲチがねなんとなく怖い感じですね。はい、ゲージを没収されてしまいました。ここでもねまたアイテムばらまかれるので、しっかりとオレジェイですねしておいて、回復しておきましょう。さあ、ここはですね何が起こるかわからないということで、どうかということもあり注意を払って、やはり何か起こしてしまいました。これはどうにかしたいですね。はい、ではうん、回復しといてよかったです。間違いはなかった、読みは間違いなかった。嫌なところで読みが当たってしまいましたね。さあ続いてもポルナレフを倒していきましょう。最終増援のねポルナレフ倒します。第2ラウンド最終増援ですね。で第3ラウンドです。第3ラウンドも、処理していきましょう。おっと、これは赤ジョーザーのつもりでやってたんですけど、まあいいでしょう。赤ジョーザーのつもりだったのに全然違うのが動いてしまいました。まあいいでしょう、オレジェイがついてるおかげでこういうボンミスもカバーです。こういうねボンミスがあるということを前提でねやってます。本当か。ここもね一応回復していきましょう。ちょっと懲らしめられますね。怖いですね、怖いですね。
していきたいところなんですが、やはりダービーの 60% カットは怖いですね。ダービーは怖いので先にダービーを倒しておきましょう。さあ動かれてしまいましたが、無視していきましょう。まあエリアスキルに入っているっていうのも、攻撃力が下がっている要因の一つですね。まあそこをお構いなしにどんどん行っちゃったのがね、まあ、まずかったというところでしょうか。さあ行きましょう。おっと、倒してし倒れてしまいましたね。まあいいでしょう。ん、これはアイテムディフェンスですね。アイテムディフェンスですので、アイテムを処理しておきます。アイテムディフェンスでアイテムが落ちるのは辛いっすね。はい、先生が倒せますね。続いて増援ですね。増援は一気に倒したいところですが、これはもう踏んじゃってますね。1体ずつ確実に倒していきましょう。そして最後はマニッシュボーじゃないですね、ケニジーですね。ケニジーを倒しておきましょう。さあここはどうしよう。まあいいか、 CS は使わずにいきますかね。使わずに倒せるのでこれで終わりです。はい、無事クリアすることができました。ありがとうございます。いやちょっとグラってる感じですけど、なんとかクリアすることができました。ありがとうございます。まあおそらくね、オリジエだけでも倒していけるとは思うんですけど、一応私はイエスアイアムを使いたかったということで、イエスアイアムを使ったやり方で攻略しました。あ、まあアイテムディフェンスとかもありますのでね、まあ2体あった方がいいのかなっていう感じでした。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。続いてはですね、究極フロア2ですね、こちらを攻略していきたいと思います。ではラサバ対